ケプラー421ビットとは、地球からことざの方向に、約1040光年離れた位置にあるスペクトル型が、g 級型、または、K0 型の主系列星、ケプラー421を公転している、太陽系外惑星である。ケプラー421ビットは、ケプラー421から 1.219AU をほぼ2年間で、公転しているが、ケプラー421が、 太陽より暗いため、惑星を大気なしで考えた時の温度は 184K と低温である。ケプラー421ビットは主星である、ケプラー421の前を横切る通過を利用したトランジット法で発見された。しかし、トランジット法はこれまでの多くの太陽系外惑星の発見方法であるドップラー分光法と違い、 光点周期が短い惑星が発見されやすいという特徴がある。トランジット法は惑星の軌道傾斜角が90度前後である必要があるが、たとえ軌道傾斜角が90度であってもケヘプラー421ビットほど、主星から遠いと主星の前を横切る可能性は低くなる。そのため、約2年で高転するケプラー421ビットはトランジット法で発見された。 光転周期の最も長い太陽系外惑星となった。また初めてトランジット法で発見されたスノーラインより外側を光転している太陽系外惑星でもある。これまでトランジット法で発見された惑星は主星のすぐそばを数時間から数日という短い光転周期であるものが多かった。これらの惑星はスノーラインより外側で形成されつつも徐々に軌道が 主星に近くなっていたと考えられている。ケプラー421ビットはこの移動をしなかった可能性がある。ケプラー421ビットは木星の0.371倍の半径を持つ天王星サイズのガス惑星とされている。ありがとうございます。